はい、まあ今日は、まあ、前半の方から、まあ千葉はディフェンスから、まあ、昨日と比べてすごいアグレッシブにやってくるっていうのは分かっていたので、まあ、それに対して自分たちが折れないことが一番大事って、龍蔵さんが試合前から言ってたので、それをまあ前半から自分たちからアタックすることができて、勝利につながったんじゃないかなと思います。お疲れ様です。今日は5アシストをする一方で、自分でまあ切り込んで得点をしたりとか、すごく、パフォーマンスの質が高かったように思うんですけど、その辺はどうしてこううまくいったっていうふうに個人的には思いますか？そうですね。まあまあ、ブレックスに入っていろいろと吸収してアタックできる場面と、プレーコールをして周りの選手を生かす場面などをいろいろ教えてもらっている中、いろいろ難しいんですけど、やっぱり今日はそこの判断がうまくいったゲームだったんじゃないかなと思います。やっぱり自分からアタックしてディフェンスを引き寄せるっていうのが自分の持ち味なんで、それをこうやりすぎるとターンオーバーにつながるケースもあるんですけど、今日はいい判断ができたんじゃないかなと思います。昨日の前半の最後40秒ぐらいで、テーブス選手が素早くレイアップを決めたことによって、千葉の攻撃で終わらずにもう1回最後攻撃できて、イカルガ選手が最後ブザーギリギリで前半終わりですけど決めたり、すごく効果的なプレーができてたなと思ったんですけど、その辺っていうのはやっぱり自分でもこうクロックマネジメントとかいうか考えてるんですか？そうですね。まあ、特に残り40秒とか35秒ぐらいだと、やっぱりスピードで1本はシュート打てると思うので、そうすると、まあ、オフェンスがまた回ってくるっていうケースになるので、そういうところも一応考えながらやってますね。すみません、あと1点だけ、昨日はちょっと個人的にはファールがかさんでしまったようなところがあったんですけど、今日はもうちょっと効果的にいいディフェンスができたと思うんですけど、その辺の、修正だったり、アジャストだったりはどういうところがうまくいった感じですか？そうですね。まあ、でもチームの流れを変えるためにファールするっていう時もあるんですけど、その上にダメなファールも重なってしまってファールトラベルになったので、今日はそこをやり返したいなっていう気持ちで、まあ、アグレッシブにディフェンスやったんですけど、まあ、なるべく賢くやろうと思いました。ありがとうございました。